いるぞこれ。おお、いいっすね。おお、これですよ、この火力。まあ狙うことはできないだろうけど、あ、ちょっと待って、これしゃがめばいけんじゃない。いけたわ。いけたわ。いるね。はい、どうもこんにちは、マガレツです。今日なんですけれども、 PUBG モバイルやっていこうと思うんですが、本日追加されましたアップデート 0.12.5 のアップデートで追加された新武器スコーピオンを使っていこうと思います。で、今スコーピオンを見つけるためにちょっとポチ電機に降り立っているんですけれども、スコーピオンあるかな。まあ今ね、こちらの方やってるのは多分動画が上がってるのが、そうだね、日本でもアップデートが来た後だと思うので、多分間違いなくこの辺にもあるんじゃないかなと思うんですよね。とりあえずスコーピオンが見つかるまでちょっと待機、いや待機じゃねえよ、探し回ってみましょう。いた、オッケー、いたぜー。いっちゃな。君スコーピオン持ってない？いや持ってないか。意外と見つかりにくいのかな、スコーピオンって。どうなんだろう。でもハンドガン枠に入る武器だから湧いてそうだけどね、いろんなところに。待って、敵いるやん。いるやん。オッケー。待って、まだいる。とりあえず俺これ隠し入れたよ。オッケー。ちょっと待って、お前持ってない？君も持ってない。おったー、ありました、ありました。スコーピオン。よかったー、こいつです、こいつ。さあ、見てみましょう。こちらなんですけど、待って、敵いる。やっちゃうか。ボッティかな、こいつなんですよね。これ絶対死にたくねえ。絶対死にたくない。オッケー、絶対死にたくないぞ。待って、向こう側にもいる。ちょっと待って、こいつ隠し入れる。こいつを隠し入れて、この家にもいるんで、冷たいですね。スコーピオンがどれだけ腰打ちで、この近距離が強いのかっていうのをちょっと見せたい。見せたいし、俺も見たいので、あ、下降りたな、の野郎。下降りやがって。こっちが行ったぞ。この家また行ったな。上登ってった。また。いるぞこれ。おお、いいっすね。あ、待って、敵いる。あ、仲間か。オッケー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 、こんな感じか。なるほどね。で、これがアイアンサイトになりますね。こちらがアイアンサイト、いきます。まあ、見てもらえば分かると思うんだけど、ブレがね絶然ないんよ。びっくりするほどブレないから。で、アタッチメントもね5つつけられるの。これちょっと今下の方を見てもらいたいんだけど、キュミリダンを使う、スコーピオンっていうハンドガン枠に入る銃なんで、まあ、アサルトライフル、サブ武器で、ハンドガンとしてスコーピオンが持てるっていうね。だから例えば俺みたいに SR が好きだなっていう人はアサルトライフル、まあ、カー持って接近戦ってさ対応できないじゃん、カー持つと。でもスコーピオンで代用できるっていうね感じになるので、ものすごくいいんだよね。で、大容量があるとなおよしで、大容量はないかな、ちょっと待ってね。で、このスコーピオンっていうのはね面白くて、なんかね大容量しかつけられないのよ。どういうことかっていうと、大容量クイックドローマガジンってあるじゃん。大容量プラスリロードが速くなるアタッチメントがあるんだけど、そのアタッチメントってハンドガンにもあるんだけど、それつかないよ、なぜか。そう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 、大容量しか一択しかつけられなくて、で、大容量スコープ、そしてストック、マガジン、マズル、先端ね、先端につけるやつで、合計で5つつけられるということなので、まあ、ちょっと探してみよっか、いろいろとか。フルカスにしたいよね。いや、ちなみにこれ2戦目なんよ。1戦目でさ全然見つかんなくて、やべえ、湧いてねえんじゃねえのとか思ったんだけど、湧いてましたね、大丈夫でしたね。で、ちなみにこれ、あ、あったた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 た、ありました、ありました、ありました、これですね。今大容量がついたんで、今20発入ってるんですけど、これを弾込めるとこちら、大容量になり40発入るっていうね。40発打ち込めるハンドガン枠の銃ってさ、まずやばいよね。普通にサブマシンガンなんだよね、すげえ。で、これはね今ついてないんだけど、じゃあスコープつけとこうか、こっちにね。はい、こちらしっかりと、スコープがついて、これレッドドットサイトしかつけられないからね。あ、もちろん4倍とか6倍とかつかないし、ホロサイトもつかないんで、レッドドットサイトだけね。よし、じゃあちょっと戦いに行ってくるか。なんかいるぞ、なんだよお前。おいー、まだいたんか。これまだ別場所ね。さあ行きます。お、ちょっと知らないね。ちょっとやっぱりハンドガン枠だから。
あれかな、威力はそんなにないのかなって感じですね。まあでもグロックあるじゃないですか。グロックよりも絶対使いやすいから、ハンドガンとしてはねすごい性能がいい。で、まあ、どれぐらい跳ねるかちょっと見てみましょう。まずこれぐらいの距離、まあ使うんであれば多分あの近距離で使うからハンドガンだしこれぐらいの距離だと思うんだけど、でもこれリコイル制御しないで見てみようか。ここで撃っていきましょう。いきます。まあ、大容量つけて40発だけど、まあ、これぐらい跳ねるという感じなんですよね。で、リコイル制御するとどれぐらいまで制御できるのか、いきます。やばないもう全然ぶれないよね全然ぶれない。でもし、あーやべ、ちょっと9ミリないな。いやー、弾見つけに来たら敵いる、ここマジかよ。危ねー。まあ、その分9ミリもらったかな、お前からふざけんなよ。もう途中で何話してたか忘れちゃったじゃんね。まあ、とにかくぶれない武器ということで、待って、仲間も死んでるじゃーん。めっちゃ死んでるじゃーん。嘘でしょ。いや、奥側でやってるわ。そこの家でやり合ってんじゃん。うわ、勝ち込むか、一人で。いけるかな、俺一人で。いるんだけど、なんで見てんの、こっち、お前。オッケー、一人かい一人かい、よかったよかった。大人数かと思った。おぉ、これですよ、この火力。このスコーピオンで倒せるからね。ヘッド当たりも結構強いね、やっぱり。まあ、それはそうだけどね。まあ、でも気持ちいい。音が好きかも。これ、サプレッサーとかつけたら、どんな感じになるんだろうね。パッ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 みたいな。そんな感じになるんかな。どうすか、みんなはもうスコーピオン使ってみましたか。どんな感じだった、使ってみて。よかったらね、スコーピオンの感想など教えてください。俺はね、個人的にはさっきも言ったけど、音が大好き。なので、まあ、今後ね、だから、スコーピオンは多分、サブ武器というか、3つ目の武器として多分持ち歩くんじゃないかな、俺。この武器はね、あって困らない武器だからすごくいい。なんかさ、ソードオフショットガンとかはさ、そんなにいらないじゃん、あれ。敵いるんだけど。お前、これはボッティやろ。練習としてはいいかもしれないな。あー、死ぬんかい、お前。ペロンって死ぬんじゃないよ。よし、じゃあちょっとスコーピオンで突撃していきましょうか。ただね、4人中2人死んでるの結構もうきついんだよね。あ、まあポチンキ降りちゃって俺が悪いんだけど、4番さんの中国人の方はね、最初からもういなかったから、厳しいよね。とりあえずダチア乗って、3番さんと合流しに行きますね。あ、サプレッサー来た。来ました、来ました、サプレッサー。ででん、こちらですね。かっこいいじゃんね。あとストックがあれば完璧。待って、3番さんやられる、これ。いや、3番ちゃんやられないで。マジマジで。ナイス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 。やるやん。やるやん。3番ちゃん。それやるやん。OK？ まあ、スコーピオンがどこまで届くかっていうのもちょっと見てみたいですよね。まあ、当倍だからそんなにさ、まあ、狙うことはできないだろうけど。あ、ちょっと待って。これしゃがめばいけんじゃない？いけたわ。いけたわ。結構な距離いけるよ、これ。いくよ。いや、ブレない。全くブレない。全くブレない。これね、まだやってない人、ちょっと使ってみてください。まあ、あの訓練場でももちろんあるんだけど、まあ、立って打ってもブレないけど、しゃがんで打つとやばいね。伏せて打ったらもっとやばいんだろうね。すごいな、この武器。結構有能じゃないかな。でも意外と威力はね、あのハンドガンの中では、まあ、ある方だと思うので、いいんじゃないですかね。好きな人は好きな武器なんじゃない、これ。フォーマップを見して。フォーマップを見して。フォーマップを見して。野良サバやばいな。野良やばいわ。ちょっと連携の取れなさが半端じゃないな。これ大変やな、野良。毎回野良でやる人、これは大変だわ。おっ、ストック見っけた。これでフルカス。ああ、そうだね。フルカスだね。ここでフルカスになりました。はい。こちらがフルカスにしたスコーピオンになります。やったぜ、フルカススコーピオン。これかっこいいよね。やっぱ大容量のマガジンもかっこいいしね。いいっすね。ただね、9ミリがないんだよ。9ミリがねえんだ、マジで。やばっ！うわ、最悪や、こいつ。なんだこのガミモ野郎。はい、じゃあということで改めてね、ちょっと戻ってきました。こちらが、まあ、トレーニングルームになってるんですけれども、トレーニングルームでちょっとね、改めて、ちょっとおさらいをしていこうと思います。まあ中距離ぐらいまでだったら全然スコーピオン使えるんで、ちょっと使ってみてください。で、今ねついてるのがサプレッサー、ストック、マガジン、グリップって感じでつけてます。で、またね、ちょっと後日、違う動画でスコーピオンのね、改めてすごいいい使い方などを紹介するんですけれども、まあ、まずはね、中距離でも全然対応できるよということで、こんな感じです。
まあ、ほぼど真ん中にね、集団するっていう形だし、こんぐらい遠くてもしゃがめば全然ブレないっていうね。そしてサプレッサーの音がこんな感じで、サプレッサーを外すとすごいいい音になるよね。機械音が増したような音になるという形になってますので、ぜひよかったら皆さんもまだね、多分使ってない方いっぱいいると思うんで、もう多分この動画はね、速攻で編集して速攻で上げてると思うんで、アップデートでね、まだ使ってないよっていう方はぜひ使ってみてください。アップデートもね、ぜひしてみてください。はい、じゃあということで今日のところはこれで終わりになりますので、ぜひね、また動画も上がります。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。チャンネル登録ボタンの隣の鈴のボタンを押していただくと通知も届くようになってるので、ぜひね、通知ボタンの通知もオンにしてお待ちください。それではまた次回の動画、生放送でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。